藤原義信は、日本の政治家、参議院議員、岩手県議会議員を歴任、岩手県大船渡市生まれ、実家は農業を営んでいた。大船渡市立日頃市小学校、大船渡市立日頃市中学校、岩手県立大船渡高等学校を経て1974年に、日本大学法学部法律学科を卒業した後、在学中に所生だった縁で、 小沢一郎の秘書となる。県議会議員時代1987年に、岩手県議会議員に当選。五期を務め県議会議長、全国議長会副会長などを歴任した。所属政党は、自民党、新政党、新進党、自由党、民主党と小沢と共に行動する。県議会議長時代は、議長の諮問機関として、議会改革検討委員会を設置し、 県議会の改革を促進、多タ宅や知事誕生にも大きく貢献した。また議長として、ザグレートサスケの覆面騒動において、議会で、議場での覆面着用禁止の会議規則改正案が2003年6月25日に、記名投票で可否同数となった際は、岩手県議会55年ぶりの議長決裁権を行使して否決し、サスケ議員の覆面着用を認めている。 参議院議員時代、第21回参議院議員通常選挙で民主党公認候補として比例区に出馬、大勝利を収めた民主党にて初当選した。比例区から出馬した理由として、岩手県選挙区から同じく民主党の平野達夫が出馬するということと、比例代表は全国の有権者から選んでもらえるということから出馬した。2011年、 ODA 削原案に反対する超党派連合のメンバーとして名を連ねた。2012年、野田内閣の消費増税方針に反発し、7月2日に民主党に離党届を提出し、7月3日に受理された。7月11日に国民の生活が第一の決闘に参加した。2013年7月の第23回参議院、議員通常選挙に、 国民の生活が第一の流れの生活の党より、比例区に出馬するが、同党,党からは当選者が出ず落選。2018年11月、自民党大船渡支部の支援を受け、大船渡市長選に出馬したが、現職の戸田公明に敗れ、落選。ありがとうございます。